海陽町の宝来堂さんにやってきました。 DMV モナカついに完成しました。じゃーん。ということで山田社長にこのモナカのこだわりを聞いてみたいと思います。社長いらっしゃいませ。はい、こんにちは。はい、よろしくお願いします。じゃあ社長、はい、ついに完成したわけですけど、はい、DMV モナカ、はい、一番のこだわりはどこですか？やはりお菓子であって、プラモデルのような。組み立てるっていうところですかね。なるほど、はい、やっぱりねこれ完成度もやばいんで、じゃあちょっと完成品中も見てみたいと思いますので、はい、実際に作ってもらいたいと思います。はい、お願いします。それでは一緒に作っていきたいと思います。じゃあちょっと、はい、これで、鉄道モードの完成でーす。さっき置いとったの箱、うん、箱ございますわね、はい、これね、これに仕掛けがございまして、これ、はい、谷を折ってください。こう折れるとこでも、うん、こうやってしたら、うん、ほらすごい山のないトンネルが出てきました。出てきました。出てきました。わすごい。でここに、うん、この DMV モナカを置いちゃってください。おお、なるほど、はい、そうと、はい、そういうことか。カメラさん、ズームでお願いしますね。ズームでお願いします。はい、ズームで。おー、すごーい。これで、なんだ、もうこのモナカがトンネルの中向いて走っていっていくように見えたら嬉しいな、なんか。いや、見えます。見えます。見えます。これで完成。完成でーす。はい、じゃあ、後でもこうやって、映え写真なんか撮って、うん、みんなさんに宣伝していただいたらなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では早速完成したので、はい、いただいてもいいですか？食べてみましょう。はい、いきます。おお、いい音。うん、サクサク。はい、うん、普通のもなかってね、うん、やっぱりちょっとこうしげるじゃないですか、うんうんうん、これもそのために今入れたばっかりなんでサクサクに味わえますんで。なるほど、はい、こんなサクサクなものか食べたことない。うん、うん、かわいい。これまずいか、パイは丸々商品や。実は、はい、もう一つ食べ方がありますね。まだあるんですか？ちょっと紹介していいですか？あ、もちろんです、お願いします。はい、これ、はい、同じように同じようにあんこ入れてください。はい、はい、いいですね、そんな感じで、はい、そして、うん、そこに、はい、弊社の、うん、泡踊り卵と和三盆のプリン。おお、めっちゃ美味しそう。これを、うん、こっちの方に。え、どういうことですか？入れてみてください。でこれを、うん、これまた後で食べてください。後で食べましょう、はい、はい、合体させてください。合体させてください。嘘。どうだ？こうかな。そう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 。合体。お。これでモナカプリンのプリンモナカの完成です。プリンモナカの完成です。ちょっと食べてみてくれます？いいんですか？食べてみてください。いただきます。これ半端ないでしょ。半端ないです。これ難しいですね。結構ね。いや、これ結構ペース上限ピーといけるんで。どうですか？これはパネはい、社長ありがとうございました。ありがとうございました。社長、もういよいよ DMV 開放開始ですけど、はい、これに期待することは、はい、やはりこの世界初運行の DMV、徳島四国もしくはもう全国から皆さんに乗っていただいて、そしてこの海陽町に足を運んでいただいて、私たちもこのモナカとプリンで商売
しておりますので、しっかり買っていただけるように、それだけ望んでおります。はい。はい、ということで、はい、ありがとうございます。皆さん、買いに来てください。